はい、どうも。ですね、今回はですね、統一教会の信者の、体の汚れについてですね、お話ししてみたいと思います。ですね、体が汚れてるらしいですね。まあ多分体が汚れてるから、あなた地獄に落ちますよって言われてる感じなんですかね。で、ですね、なんかその体の汚さを取るために高い壺とかを買ってるみたいですね。まあ地獄に行かないように、もうその辺からもうちょっと気持ち悪いんだけどって思うんだけど、でですね、その祝福2世みたいなの、祝福結婚して、まあ、合同結婚式ですね。合同結婚式で生まれた子供はですね、体の汚れがないらしいんですよ。カジグリさんとかですね。だから綺麗で、まあ、とにかくね、あなたの体はどん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 汚れてて、汚れてって薄汚れてくんだけど、で、その一般人とエッチをするとですね、地獄行きなんですよ。で、祝福で、結婚で、祝福、エッチのことを祝福って言うんですけど、それをしないと、それをした方がいいんですよ。でね、なんか変な話があって、文鮮明とエッチするとですね、体の汚れが取れますよみたいな変な話があって、何、じゃあ信者と文鮮明やりまくってんのみたいなことなんですけど、その信者とエッチをするのはね、いいらしいんですよ。まあおそらく統一教会幹部とその気に入った若い信者とエッチするんですかね。僕とのエッチは地獄行きになんないよって、壺買わなくても、君は壺を買わなくても僕とエッチをしてればいいんだよみたいな。で、文鮮明とエッチをすると体の汚れが取れるんですよ。全部なくなるって言ってたかな。で、その文鮮明もですね、その気に入った信者にね、君は僕とエッチをすれば、あいつイファ女子大学でやりまくってたのもこれなのか、君の体は汚れてるんだよ、僕とエッチをすると汚れが取れるんだよみたいな、あれこれ系であいつやりまくってたのか、あいつって言っちゃった。あれ、そのあれかな、カンツル子と結婚する前にやりまくってた時の言い分が、あ、いかん、携帯が熱くなってる。なんかね、手で持ってて携帯が熱くなってるっていうのが分かるとね、不安になりますね。だからですね、その自分たちはやりまくっていいんですよ。で、壺買うタイプの騙されて、騙されてとか言うな。これね、全部ネットに書いてあったことですからね。僕の意見は一つも入ってないですから。お金を払ってするタイプの信者さんは、エッチができないわけですよ。で、幹部になると、僕とエッチをすると、君の体が汚れるんだよって、君の体が汚れが取れるんだよって言ってエッチをするんですね。なんでこんな宗教にはまるんだろう。はい、またね、ちょっと撮りたいことがあるんだけど、どうしようかな。携帯が熱くなるんだけど。はい、以上です。